年末に向け大掃除や年賀状の準備などで慌ただしくなりますね。裏返りましたね。ダメだ。あいいれよ、うん、どうしてだろう。本日のラインナップはこちらです。それでは最初のトピックスです。東金青年の家キャンプファイヤー場で焼き芋大会が行われました。美しい村公平を目指して地域の良さを広める活動の一つとして公平さんのさつまいもを味わってもらおうと4年前から開催しています。県立農業大学校や地元農家の方々が提供してくださったおよそ300キロのさつまいもを紅小町の里として有名な香取市栗本直伝のもみ殻の山を使った方法で焼き上げました。2時間ほどゆっくりと焼き上げることで水分が飛んで甘みが強く美味しい焼き芋になるそうです。焼き上がった焼き芋は訪れた方々に振る舞われました。また会場では公平さんの柚子を使った美しい村公平の柚子の砂糖漬けや県立農業大学校による野菜やシクラメンの販売も行われていました。こちらの焼き芋大会は4年目ということですがすごくにぎわっているようですね。古川さん行きましたか？はい、私実はここ地元なので昨年 U ターンしていてからはもう2回ちゃんと行ってます。素晴らしい。2年連続しかも4回中2回も参加しているということですか？はい、素晴らしい。行ってみてどうでした？いやもうお芋が美味しいのはもちろんなんですけどみんなこうニコニコしているので小さい子も多くて雰囲気がすごくあったかくていいですね。皆さんもぜひ来年訪れてみてください。続いては今月の広報東金のコーナーです。今回は特別編といたしまして昨年に引き続き東金警察署の右田署長にお越しいただきました。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。そして本日は千葉県警のマスコットであるシーポックと東金警察署の東金くんにも来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。さて右田署長、このシーポックと東金くんのご説明をお願いします。はい、シーポックはですねこの通りイルカをイメージしておりまして、まあ、イルカは明るく愛くるしいイメージを与えてくれますけれども県民の皆さんに信頼され誰からも親しまれる千葉県警察を象徴するのに最もふさわしいと思います。はい、またあの胸のシンボルマークの CP なんですけどもこれはあの千葉ポリスの頭文字でありますけれどももう一つ C にはシチズン日本語で市民の意味もありましてつまり千葉県警察は県民と共にあるということも表しているんですね。次にこちらの東金区についてありますけども、はい、東金警察署管内は東金市、大網白里市そして九十九里町の一市一町を管轄しています。地域の安全を守るためにはそれぞれの行政が独自に取り組んではダメだと思うんですね。そこでそれぞれの市と町が協力し心を一つにして犯罪に立ち向かうためそのイメージキャラクターを作ることになったんです。はい、そして東金警察署にて広く一般に公募したところ大網高校の生徒さんが作成したこの東金くんが採用されたところなんですね。学生さんの発案なんですね。はい、そうなんですね。またあのこの東金くんの誕生にはですね東金市役所職員の方にコンピューターグラフィックをあの駆使していただきまして本当にお世話になりました。はい、ちなみにこの東金くんの固い甲羅は地域の安全を守るんだという市民の固い決意を表しております。そうなんです。まだ生まれたばかりでありますけれども、はい、これから事故防止活動や防犯活動などのキャンペーン活動にも頑張ってくれる予定であります。はい、東金くんは事故防止のキャンペーン活動も頑張ってくれる、はい、ということなんですが、はい、そうです。現在の交通事故の発生状況はどうでしょうか？はい、それが今大変なことになっているんですね。千葉県内の死亡事故は11月末現在で167人の方がお亡くなりになりまして全国ワースト2位という危機的状況なんです。まあ、特に高齢者の方が多く犠牲になっておりまして全体の 52% を占めているところなんですね。はい、東金警察署管内では12月に入りまして4件目の死亡事故が発生しまして
高齢者に関係する事故はありませんでしたけれども、そのうち3件が自転車を運転していた方がお亡くなりになったところであります。その他の事故を見てもですね、追突事故や交差点における出会い頭の事故が多く発生しておりまして、通勤時間帯の午前8時から午前10時、帰宅時間の午後4時から午後6時の時間帯に多く発生しているんですね。いつも通っている道とはいえ、安全確認を怠ってはいけませんね。そうした中、12月10日から冬の交通安全運動が実施されている、はい、ということですが、はい、そうなんですね。年末は地域の皆さんにとっても非常に忙しい時期でもありますけれども、それに伴って交通事故が増加する傾向にもあるんですね、はい、また忘年会などの飲酒の機会が増える時期でもありますし、飲酒運転による交通事故の発生が懸念されるところなんです。そこで交通安全運動を県民総ぐるみで展開しようと、例年冬の交通安全運動が行われているところであります。そして今年のスローガンは、その一杯愛車も走る狂気に早変わり、このようにですね、飲酒運転の根絶を目指したものになっております。本当に飲酒運転の怖さを的確に捉えた、はい、表したスローガンですよね、はい、その通りです、はい、そして盛大なパレードが行われたそうですね、はい、はい、そうなんですね、パレード当日の12月10日は非常に寒い日でありました。そんな寒空にも負けず、東金市立時金小学校音楽部の皆さんに非常に応援をいただきまして、盛大な音楽パレードを実施したところであります、時金小学校の皆さんは、今回で2回目と応援となりますけれども、相変わらず素晴らしい音楽を奏でていただきまして、この素晴らしい音楽を聴いた市民も交通安全の意識が高揚したのではないでしょうか。そうですよね。そして死亡事故抑止の最重要課題として、はい、横断歩行者を保護するゼブラストップ活動がありますが、はい、こちらはどんな活動ですか。はい、この活動はですね、県内において横断歩道を利用している歩行者がですね、事故に遭うケースが多く発生しているところなんですね。そこでですね、当初管内としましては横断歩道における死亡事故は、今のところですね、発生はないんですけれども、一歩間違えれば重大事故につながりかねない交通事故が多く発生しているところであります、はい、そこで、このゼブラストップ作戦はですね、横断歩道における歩行者等の優先義務を車の運転者に徹底させることで、歩行者等の安全を守ることを目的にした活動であります、はい、そのゼブラストップ活動のゼブラストップとはどういう意味なんでしょうか。はい、この横断歩道がですね、ゼブラ柄に似ているということもありますけれども、このゼブラには次のような意味が込められております、はい、まずゼは前方のゼ、前方をよく見て運転し、横断歩道に十分注意。そしてブはブレーキのブ、横断歩道の手前でブレーキ操作をして安全を確認する。そしてラはライトのラ、早めのライト点灯と右からの横断者に注意、歩行者も反射材でライトアップ、このような意味が込められているんですね。ゼブラには事故防止のための大切な意味が込められていたんですね。はい、その通りなんですね。なるほど。そして自転車に対するキャンペーンもあるんですね。はい、そうなんです。先ほどもお話しさせていただきましたけれども、東金警察署管内でも自転車利用者による死亡事故が発生しております。自転車といえども、道路交通法上は車と一緒でありまして、自転車利用者にも交通ルールとマナーを守ってもらわなければなりません。そこで自転車利用者に対するマナーアップ対策として、スマートサイクル千葉、このような活動を展開しまして、自転車事故の防止に努めているところなんですね。具体的にはですね、毎月15日を自転車安全の日と設定しまして、平成20年から各警察署で、それぞれ創意工夫を凝らした活動を行っているところなんですね。東金警察署ではですね、今回市は学芸高等学校専門におきまして、自転車通学の生徒さんを中心に自転車のルールやマナーについての指導と、自転車に取り付けられる反射材等の配布をしたところであります、はい、続いては飲酒運転根絶キャンペーンですね、はい、はい、そうなんですね。この映像はですね、居酒屋などの店舗をですね、
警察官が訪問しまして、来店するお客さんが飲酒運転をしないように協力を呼びかけているところなんですね。飲食店でお酒を注文したときに、店員さんからお車は大丈夫ですかとよく聞かれると思うんですけども、これも警察からの要請によるものなんです。そうだったんですね。その一言があるのとないのとでは抑止力だいぶ変わってきますよね、はい、全く違うと思いますね、はい、でも法が厳しくなってもこの飲酒運転はなかなかなくなりませんよね、はい、はい、そうなんです。やはりこの飲酒運転をなくすためにはお店の方の協力というのが不可欠なんでしょうか。はい、はい、まさしくその通りでありまして、東金警察署管内でも飲酒運転にかかる交通事故がこれまでに22件発生しておりまして、まあ、飲酒運転の根絶、厳罰化が叫ばれている中、いまだに飲酒運転は後を絶たないところなんですね。まあ、車の運転者は飲んだら運転をしない、飲食店の皆様には車の運転者には絶対にお酒を提供しないという意識づくりが、まあ、飲酒運転の防止に欠かせないところなんですね、はい、続いてこちらは道路清掃ですか。はい、まさしくその通りです。まあ、今年 の秋の全国交通安全運動に伴いまして、千葉県トラック協会三部支部青年部会の皆様に、中心となって行っていただいたものであります。はい、まあ、この行事はですね、年に1回開催されているところでありまして、今回が26回目となりますけれども、東金駅周辺や国道126号の道路沿いを中心に交通の障害となるゴミを拾いながら交通事故を防止を呼びかけているところなんですね。また交通とは関係ないんですけれども、電話で詐欺による高齢者の被害も多発しているところでありまして、トラック協会三部支部の皆さんにご協力をいただきまして、電話で詐欺防止ステッカーを、まあ、所属しているトラックに歩行者から見やすい場所に貼ってもらって、特殊詐欺防止についても広報したところなんですね。今シーポックが反応してましたね。ステッカーってやっぱ大事ですよね。ちょっと貼ってあると目つきに入ると少し気持ちが引き締まりますもんね。はい、はい、そうです。はい、でこちらはクリスマス会ですか。はい、そうですね。こちらはですね、クリスマス本番にはちょっと早いんですけれども、今月の12日にですね、サンタクロース交通安全教室と題しまして、東金警察署管内の幼稚園など5カ所交通安全協会の方々とともに訪問したところなんですね。でこの安全教室にはですね、まあ、それぞれの地域を管轄する市長さん町長さんからもお話をいただきまして、サンタクロースとともに、プレゼントをお渡ししたところなんですね。で私もお話をさせていただいたんですけども、子どもたちは小さいながらも、まあ、よくお話を聞いてくれました。まあ、ちなみにですね、今年の東金市内の訪問先は東金第4保育所東金まさき幼稚園の2個所で行ったところであります。そうですか、はい、小さい頃からこう意識づけしていくってことはすごく大事ですよね。はい、まさしくそうですね。はい、最後になりますけども、はい、普段警察の方々の取り組みをこうして具体的に聞けることってなかなかないので、はい、本当に本日は貴重なお話ありがとうございました。はい、地域の皆さんもこうして歩行者の守るために取り組みがあるということを知ると安心できると思います。はい、最後に視聴者の皆さんに一言お願いいたします。はい、わかりました。交通事故や犯罪の防止のため東金警察署としては、まあ、引き続き各種対策を講じまして、取り組んでいく所存でありますけれども、やはり市や町などの行政機関や地域の方々の協力なくては事故や犯罪はなくならないと思います。地域の方一人一人が自分や自分の家族、自分の住む地域、これを自分たちが守るといった意識づくりも非常に重要だと思います。まあ、このためには警察と地域とが一体となることが必要だと思うんですね。東金警察署としてはより一層地域の方々とともに安全安心対策を講じ、みんなの力でこの町を日本一良い町づくりに作り上げていきたいと思っております。右田署長、そしてシーポック東金くん、本日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。笠井です。東金ニュースです。笠井さん、ちょっとそれ初めて見るんですけど。そうですか。何ですかそれ、その目立つやつ。あ、まあ目立つとかそういう問題じゃないんですけど、やりたいんですか。僕もやっていいですか。あ、いいですよ。じゃあ笠井さん、僕で東金ニュースですで3回でいいですか。いいです、いいです、はい、3回でいきましょう。はい、いきます。
笠井です。古川です。動画のニュースです。よろしくお願いします。それで回数がずれちゃうとなんか均等に回数持ってかないと目立っちゃうじゃないですか。笠井さんだけが、これが、はい、回数同じで。あ、わかりました。もう一回やってみましょうか。はい、笠井です。古川です。動画のニュースです。よろしくお願いします。ちょっと自己主張が強いんですね今日。なんだろう、年末だからかな。あ、そうですかね。ごめんなさいね、なんか、まあ、大丈夫です。まあ年末ということでもうすぐお正月もやってきて、はい、いろんなゲームをね家族ですると思うんですけど。あ、私もしますね。何します？トランプとか、はい、スゴロクとか。あ、まあカルタとか。そうですね、そうです。あと国名分けっことか。国名分けっこって聞いたことないんですけど。あれ、分けっこ国名って言ってました。いや、そういう問題じゃなくてどっちも分かんないです。いやいや、国名を分けっこする、それだけのゲームです。簡単ですよ。そうですか、シンプルな気がしますけど。どういう感じ？やってみましょうか。はい、アメ、リカ、リギ、リス、できてるじゃないですか。そういうことです。でもこれは国名をどこで区切るかがキーポイントなんですよ。なるほど、はい、じゃあちょっとやってみますね。どうぞどうぞ。何でも。ある、全人、イン、ドネシア、あるある、全人全人、インイン、ドネシアドネシア、あるイン、全人ドネシア。ちょっと待ってください。なんで2カ国のそこ区切りなの。もっと広げてください。ごめんなさい、見てる人が何やってんのかなってなっちゃうんで、いろんな国名を言ってください。わかりました、行ってみますね。中ごくポン、中中にごくごくポンポンって、これ笠井さん自分が可愛くなるための問題出してませんか。いや、そんなつもりないですよ。いや、なんで僕だけごくごくポンポンってやんなきゃいけないんですか。ちょっと目立つ、ちょっと強いですね今日なんか。そんなことないです。自己主張の塊じゃないですか。そんなことないです。どうしたんですか。この回数は同じに、均等にいきましょう。ダブルキャスターなんで。そんな必要あります。いや、あります、あります。もうええわ。終わり。動画のニュースはここまで、はい、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。どうも。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。失礼します。